今日は8月の16日終戦の終戦記念日の2日目ですね。今、5時です。夕方の時で空はこういう、どんよりの時ですね。とっても開けますね。そして今日、今年は普段はこの鎌倉材木戸の海岸からは早朝はカヌーに行ったりですね、そういった柵のあたりで持ち帰ってるんですが、今日はこの材木戸海中温泉に参りました。海中温泉に参りました。水温は非常に暖かいですからね。水温は暖かいですから、一応この海水浴と同時に水の中にですね使って温泉を 海中温泉を楽しむということでここに参りましたね。誰も泳いでいませんからね。こうやって私は一人この広い海中温泉をお風呂と同じように、スパと同じように、温泉と同じように使っています。この中で塩水ですから、あちこち蚊に刺されてますからね。その場所はこういう場所ですね。こういう場所も海水につければ治りますね。ここに3隻の船が、漁船が止まってますね。これは鎌倉の有名なシラス、鎌倉シラスの太る船ですね。空はこういうね、どう言ったらいいんですかね。夏空ではもちろんありません。普通空ではね、なんか不気味な空の感じがしますね。でこの中で一人温泉を楽しむということでね、こうやって温泉を一人楽しめばいいんですね。この中に、ゆっくり浸かって、で泳いでもよし、海中温泉で温まってもいいし、目をつぶってですね、こうやって波にゆらりゆらりと、揺れてればよろしい。これは本当に、フリーですからね。今やもう温泉だってね、銭湯だって鎌倉にも、逗子にもほんの 1,2 軒がこのありますが、いずれもやはり、500-600 軒してますからね。高いですよ。この海水温泉、塩水のですね、温泉がよろしい。非常に気持ちいいですね。で、この海水で顔を洗えば、バスバスですね。宮台に行きましょう、宮台に。宮台になっちゃうね。宮台になっちゃうね。こういう感じですよ。こちらもね、本当に、山のバックがね、本当にすごい横まで。マリーナもね、ああいう感じだし、それからこう水平線とね、黒雲のこの間が光ってますよね。あれちょっと光ってるのが面白い風景ですね。特に入ってみないと分かんないし、またこれ本当に気持ちいいね。気持ちいいですよ。最高に気持ちいい。最高に気持ちいいですね。ああ気持ちいい。ああ気持ちいいわ。はいはい。海を、鎌倉の、海を丸かじですね。年中楽しむことができますよ。冬場はね、またね、寒中水泳じゃなくて海中温泉として楽しめばよろしい。